おはようございます。それでは、2月の定例記者会見ということで、今日は3月議会定例会、いろいろと施政方針とか当初予算とかあるということで、そのようなことも今日はお話ししたいと、お知らせしたいというふうに思います。まず最初に、3月第6回出雲市議会定例会についてであります。提出案件につきまして、人事案件が2件、予算案件が18件、条例案件が13件、単行議決案件が8件の合計41件となっております。専決処分の報告が5件、その他の報告関係が2件となっているところでありますので、それぞれの内容についてはお手元の資料をご確認いただければというふうに思います。続いてですね、令和5年度の一般会計特別会計の当初予算、および今年度の一般会計特別会計3月補正予算の概要について説明をさせていただきます。まず令和5年度の一般会計特別会計予算の概要でありますが、基本的な考え方といたしまして、市税や地方贈与税の伸びが見込まれるものの実質の地方交付税は大幅な減となる見込みでありまして、一般財源総額としては大きな増収は期待できないところであります。また少子高齢化の進展に伴う社会保障費の増加や交際費をはじめとする義務的経費が依然として高い水準で推移していることに加え、新体育館や平田氷川行政センターおよび平田の4地区統合小学校等の大規模な建設事業の本格化、さらには現在物価高騰対策対応などに多額の一般財源が必要とある状況でありまして、そうしたことを勘案しながら、またですね、昨年策定いたしました総合振興計画出雲神話2030に基づいて予算を組んだところでありますし、地域経済の再生、人口減少対策、中山間地域振興、脱炭素社会の実現、デジタルファーストの推進など、また重点的に予算配分をして編成を行ったところであります。それでは予算の総括の方でありますが、令和5年度の当初予算一般会計893億円であります。特別会計414億円ということで、合わせて1307億円であります。一般会計の予算規模は当初予算としては合併以降過去最大となります。対前年度比 90.5 億円 11.5% の増となっております。なお一般財源総額の伸びが見込めない中、財政調整基金や減災基金を10億円借り入れて予算編成を行ったところであります。特別会計では全体で約 7.5 億円、1.8% の減となっているところであります。続いて、地方税、交付税等一般財源の収入見込みでありますが、市税の方は232億2000万円、地方交付税と臨時財政対策債を合わせたものが184億5800万円等でありまして、一般財源総額が479億2400万円となります。市税につきましては個人、また法人市民税、これらは経済活動が持ち直しつつありまして、市税全体で 3.6 億円 1.6% の増収を見込んでおります。地方交付税および臨時財政対策債につきましては約 8.6 億円4.4% の減と見込んでいるところであります。一般
財源総額は全国の増減率 0.2% と同程度の 1.2 億円 0.3% の増収を見込んでいるところで、あります。続いてですね、当初予算の主要事業について説明をさせてもらいたいと思います。一部を含みます新規事業は45事業あります。また拡充事業が17事業で、それぞれ出雲力を高め発揮するための6つのポイントに沿って、説明をさせていただきます。まず1点目、社会経済活動の再生とさらなるステップアップに向けた取り組みということで、未来ビジネス出雲の運営事業ということで、本年4月に新たに設立される NPO 法人未来ビジネス出雲に対する運営委託事業であります。5860万円を計上いたしました。その他、地場企業支援事業ですね、ゼロカーボンであったりとかデジタル化の推進について新規で取り組みたいと思っておりますし、創業とかですね、事業承継についての支援も新規で行いたいと思っております。特に創業者向け融資支援、融資の信用保証料の補助金等は新規で計上したところであります。また観光誘客推進事業といたしましては、出雲力で地域と人が輝く持続可能な観光地域づくりの実現に向けて365日楽しめる出雲と第二のふるさと出雲をテーマに交流人口関係人口の拡大を図ってまいります。新規事業といたしましては観光施設情報等の面的 DX 推進事業、また365日楽しめる出雲のコンテンツ造成及び情報発信などを新規として掲げております。次に安心安全な街づくりというポイントの中からですね、防災情報伝達システムの整備事業を新規で掲げました。これは出雲の南部上津日枝原浅山御立地区、また佐田多岐古領地区のデジタル式の防災行政無線のが老朽化したため、ヘルツが変わったということで新しい規格の方に移行をする事業に3億6600万円計上いたしました。またですね、市街地の水害解消対策事業ということで、今年度3カ所ですね、3地区で水害対策のいろいろと検討をしておるところでありますけれども、来年度その結果を踏まえてですね、いまいち円谷地区の内水対策につきまして詳細な設計業務を委託したいと考えているところでございます。次に3点目のポイントとして、人口減少対策と中山間地域振興であります。その中の乳幼児等子ども医療費助成事業ということで、子ども医療費の助成事業を拡充したいと思っておりまして、現在の小学生の入院通院中学生の入院費助成に加え、令和5年10月から新たに中学生の通院費も、助成対象に拡大するというものであります。また新規事業といたしまして、ヤングケアラーに関する相談窓口を設置いたしまして、家庭状況に応じた適切なサービスにつなげられるよう関係機関などと連携してまいります。またヤングケアラーの現状や直面する課題を把握するための実態調査を行っていきたいと考えております。これに523万円を計上しています。続いて出産子育てにつきましては、今まで取り組んでおります出産子育て応援交付金、妊婦乳幼児訪問事業、産後ケア、産前産後サポート事業を引き続き取り組んでいきたいというふうに思っております。集落支援事業におきましては、中山間地域においてですね、地域おこし協力隊の増員をミッション型のですね、増員を検討している考えておるところであります。また関係人口の創出のため、大学や企業と連携してフィールドワーク等を実施する事業を新規に考えているところでございます。次に中山間地域の事業でありますけれども、
今元気やる気地域応援補助金というものを創設しておりますが、ここにまちづくりビジョン枠として、このまちづくりビジョンを策定する地域に、上限100万円で、まあ、1地区を想定してですね、上乗せをするという事業でございます。それと漁業チャレンジ応援事業ということで、沿岸漁業スタートアップ事業と、またですね、自営漁業者自立給付金事業ということで、上限120万円で、年間120万円で、最長5年、これも今4件の見込んでいるところであります。4点目のポイントで、民間企業等と連携し本市の活力を高める取り組みということで、まず一つが IT 企業スタートアップ支援施設整備事業ということで、これはパルメイト出雲の1階にレンタルオフィスやコワーキングスペースを整備するということで、IT 企業や IT 人材の誘致等を促進していきたいと、推進していきたいと思っております。これ4000万円であります。併せてですね、高度 IT 人材誘致と拠点づくり事業ということで、官民連携によって DX の推進とデジタル人材の確保育成のため、都市部や外国からの高度人材を誘致し、 IT 産業が集積する拠点づくりを行っていきたいと思います。市内企業へ就職を希望する外国人高度 IT エンジニアを紹介するために設立される新会社への出資金として100万円を計上いたしました。5点目のポイント、デジタルファーストの推進ということで、これは今ですね、施設予約のシステム、またこう市役所等のですね、書かない窓口の実現に向けた検討に入る、新規に入る予算を計上いたしました。また官民が連携して地域課題の解決に取り組む地域 IT 化研究会、まあ仮称でありますが、これを開催するというのも、これ新規での取り組みであります。最後6つ目のポイントといたしまして、脱炭素社会環境保全への取り組みということで、ゼロカーボンを推進事業をしてまいります。新規としては公共施設における太陽光発電設備等の導入調査を行います。またゼロカーボンシティの加速化事業ということで、民間事業者への再生可能エネルギー設備等の導入補助、また公共施設への PPA 事業を活用した再生可能エネルギー設備の導入を図ってまいります。またですね、土器によるまちづくり事業を拡充してまいります。里地の選定に昨年選定されましたので、土器の野生復帰に向けた、生息環境放鳥適地調査、これを2年目になりますけれども、引き続き行ってまいりたいというふうに思っております。次に総合振興計画出雲神話2030に掲げる6つの基本方策に沿って説明をさせていただきたいと思います。まず共に作るという中では、海山大地の恵みを生かすという分野で、今まで行っております出雲農業未来の架け橋事業、また新農業、新出雲農業チャレンジ事業と、引き続き行ってまいります。またですね、10年後の農地利用の姿を明確化するという地域計画目標地図を策定する事業を新規で取り組みたいと思っております。そして引き続き森林環境譲与税の活用については、新規も交えてですね、しっかりと活用していきたいというふうに思っております。その他、県営の土地改良事業であったり、水産の未来応援事業と取り組む、また新規収納につきましては、も取り組んでまいりたいというふうに思っております。次に出雲のブランド力で価値を高めるということで、出雲のブランド商品の認定事業、特産品の開拓等を行ってまいりますし、地場産業が地域で支えるということでは、地域商業等の支援事業を引き続き行ってまいります。次、多種多様な企業立地をということで、今氷川の方で新工業団地の開発をしておるわけでありますが、引き続きこれも進めてまいるということで、造成工事にかかるものが特別会計の方に4億9800万円
計上したところであります。またその工業団地の周りの方ですね、関連事業も新規として取り組むこととしておるところであります。次に人材力で地域産業前へということで、学生の地元就職支援事業、また新規としてはですね、外国人住民の雇用企業対象の日本語研修会の開催などに取り組んでまいります。次に基本方策の共に守るでありますが、コロナ禍から誰もが安全安心に暮らせる街にということで、空き家対策の拡充であります。老朽危険空き家等の除却事業でありまして、これがですね、現在補助上限額は50万円であるものを100万円に拡充をしていきたいと考えております。次に消防団、水防団の出場報酬などでありますが、これは先般、出雲市消防団改革推進委員会から答申をいただきましたので、これを踏まえてですね、それぞれの報酬等を改定をしていきたいというふうに思っております。あとコミュニティ消防もですね、計画的に進めていくということでございます。続いて未来に向けた脱炭素社会へチャレンジということで、再生可能エネルギーの設備の導入補助、またゴミ減量化リサイクル事業、またですね、旧エネルギーセンターの解体費、こちらの方にですね、解体撤去を行うということで、9億3500万円を計上したところでございます。次に3つ目の基本方策、共に結ぶということで、期待が膨らむ観光の街出雲というところでは、引き続き観光振興事業に取り組んでまいります。イベントであったりとか、宿泊機能の強化をしてまいります。また国立公園満喫プロジェクト事業、縁結びデジタルプロモーション事業等に引き続き取り組んでまいりたいというふうに思っております。次に住みたい、住み続けたいの縁結びという事業の中では、ウェルカム出雲事業ということで、新規でありますが、お試し移住助成金ということで、宿泊費の2分の1、まあ、上限は1泊5000円でありますけれども、これを最長2泊助成することを新規で取り組みたいと思っております。また UIJ ターン&定住応援事業ということで、これは今まで行っております移住促進住まいづくり助成事業に、この対象事業に中古住宅とか対象世帯に孫ターン世帯を追加をして拡充を図ってまいります。また自然豊かな地域住まいづくり助成事業、これは住宅リフォーム費用でありますが、この対象地域へ移住する市外在住者に対する助成金額を拡充するということで、工事費の 30% 上限を70万円にしたいというふうに考えております。またですね、新婚子育て孫ターン世帯への加算も行っていきたいというふうに思っておるところであります。そして縁結びプロジェクト推進事業でありまして、これは新規にですね、県外女性メタバース&バスコンツアーを開催をしていきたいと思います。県外の女性とメタバースで、知り合って、でこちらの方のバスの利用しての、婚活といいますか、そういうことを取り組んでいきたいというふうに思っております。次に人物ことを短時間でつなぐということで、出雲空港の対策、関連事業と、また国道国権道路河川事業費の促進費ということで、この中にですね、山陰道のスマートインターチェンジの設置検討業務委託費を、計上をしたいというふうに思っております。あとですね、いにしえの宝を守り生かすというところでは、文化財の関係でありますが、多義桜池たたら製鉄遺跡調査整備事業はガイダンス施設の整備等を実施をいたしまして、来年度で、
整備を終えるということになります。そして、出雲弥生の森博物館の管理でありますが、今、クラウドファンディングを行ってですね、博物館のマスコット、よすみちゃんの着ぐるみを更新をしているところであります。あの150万の設定に対して今150万目標達成ということでありますが、これはですね、クラウドファンディング、出雲市で初めて、活用した事例であります。ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。次に4つ目の基本法則、共に支えるということで、産みたい育てたいを応援するということで、放課後児童クラブの運営費、また施設整備事業であります。施設整備につきましては、今年度から始めておるクラブについて、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。そして子どもの生活学習支援事業ということで、あります。学習支援の事業を、非課税住民税非課税世帯の皆さん方への対策、そして子ども食堂運営費の新設新規開設とか事業拡充の助成を行ってまいります。そして一人親の家庭の学習支援事業を行ってまいりたいと思っております。またですね、不妊治療費の等の助成事業も引き続き行いますし、多文化の子育て支援、そして認可保育所認定子ども園の給付費や、整備事業も行ってまいりますが、コロナ禍で新規としてですね、熱中症対策及び施設の老朽化に対する小規模改修の経費の一部を、補助する事業を、今10施設をですね、想定して行いたいと思っております。そして、保育内容の充実を目的としてですね、保育補助者の配置支援補助金というものを新規で、創設したいというふうに思っております。幼稚園の預かり保育事業につきましては、長時間預かりを20円から24円に拡充するということで、これで全ての幼稚園で長時間預かりができることになります。あとワークライフバランス、また検診の関係もしっかりと取り組んでまいりたいと思いますし、童話教育、多文化共生事業、また消費者相談事業ということであります。また、消費者の相談事業の中にはですね、法律的な専門相談に対応することも必要となってまいります。そうしたことから弁護士相談日を設ける事業を新たに設けたいというふうに思っております。次に、ぬくもりのある福祉サービスをということで、重層的支援体制制度、体制整備を行ってまいります。住民の皆さん方に寄り添って包括的な支援を行えるようにしたいと考えております。生活困窮分野におきましては、新規といたしまして、住居がない生活困窮者に対し一時的な宿泊場所等を提供し、自立に向けた支援を実施をしてまいります。はい、あと介護障害分野についても取り組みを続けてまいります。地域特性を生かした安心な医療ということでありまして、医療分野また介護分野で取り組みをしてまいりますが、介護分野では、新規事業といたしまして、市民貢献人養成講座を開設したいというふうに考えております。次に、地域とともに持続可能な中山間地域をということでありまして、これは拡充事業でありますが、緊急通報装置の中にですね、高齢者福祉タクシーの距離要件、これは今最寄りの駅やバス停まで500メートル以上、これが距離要件になっておりますけれども、中山間地域についてはこれを200メートル以上と緩和をしたいというふうに考えております。また地域公共交通の関係では、新規に乗り合いタクシーの実証運行を実施したいというふうに考えておるところであります。
その他バス事業、また昨年から創設した未来につなぐ中山間地域の道路環境ですね、路肩のコンクリート化や糊面の飛翔木伐採など3000万円計上しているところであります。次に出雲のインフラを支え安心を整え安心を支えるということでありますが、公共施設の長寿命化を図ってまいります。また道路整備事業については、まず幹線道路整備事業については第2次幹線指導整備10カ年計画に基づいて事業を進めてまいりますが、この度来年度人材を基調によります吉羽線を新規に整備をしたいと考えております。次に生活環境道路下水路改良事業、これも第6次生活環境道路改良事業、第6次生活環境下水路改良事業の計画がございますので、それに基づいて、実施してまいりますが、下水路改良事業につきましては要望箇所が多かったということもありまして、従来の予算にプラスですね500万円増額した予算となっているところであります。街路事業につきましては、市街地の街路事業ということで医大前、新町線4校区が、令和5年度新年度に完成をいたします。そして下沢高西線3校区は事業にの着手に入りたいと思います。そして円谷一の谷線につきましては新規で線形の検討に入ってまいりたいというふうに思います。あとコミュニティセンターの耐震化であったりとか市営住宅のリフレッシュ化等を図っていきたいと思いますし、今交通安全対策につきましても引き続き整備を進めていきたいと思います。また新規といたしまして都市計画の方でですね、都市計画のマスタープランの策定業務の委託費を新規で掲げているところであります。この項目では平田の行政センター、平田のコミュニティセンターの複合施設、また氷川の行政センター整備を、計画に沿って進めてまいりたいと思います。次にデジタルの力で未来をデザインをということで、縁結びデジタルプロモーション事業を行ってまいります。またマイナンバー関連事業ということで、マイナンバーの今の交付の窓口の継続であったりとかですねしてまいりたいと思います。また ICT 活用教育関連事業ということで ICT 支援員を現在3名でありますけども1名増員して業務委託を行いたいと考えております。5つ目の基本方策ともに育むということで、家庭地域学校で育む出雲の教育をということで、学校司書学びのサポーターを20名から23名に拡充したいと思いますし、地域学校共同活動推進員の配置も新規で3名、拡充をしたいというふうに思っております。特別支援教育の事業においては新規で医療的ケア児の支援も行ってまいりたいというふうに思っております。また昨今言われております部活動の地域移行について、この検討会を設置するということと、部活動の指導員を10名から14名に拡充をしていきたいと考えております。次に小中学校の整備事業でありますが、耐震化改修を今市小学校、大津小学校の体育館、また第一中学校の校舎でやっております。教室不足の対策といたしましては、高松小学校、西野小学校、氷川西中学校でそれぞれ、増改修をしたいというふうに思っております。その中で西野小学校は新規で取り組みたいと思います。あと最後、共に楽しむという中で、芸術文化の活動を今まである文化祭等支援してまいりますし、アカデミー事業を運営してまいり、あとスポーツの方も、進めてまいりたいと思いますが、新体育館の整備事業ということで、ここで45億4800万円計上を、しておりまして、令和6年4月の開館に向け、建設や部品配置などの整備を行ったりとか、農業
集落排水管路敷設等の関連事業を行って、今年中にですね、工事を終えたいというふうに思っているところであります。その他、図書館生涯学習の充実であったり、またふるさと納税の関係でですね、応援寄付事業として、これは寄付金を基金の方に積み立てるということで、13億円余りとなっておるところで、ございます。以上、新規事業を中心に説明させていただきました。次にですね、3月補正について説明をさせていただきたいと思います。今回の補正はですね、日本の心のふるさと出雲応援寄付金の基金積立や国の第二次補正予算内示に伴う県営事業負担金の追加及び教育施設空調設備更新経費のほか、電気料金高騰等の影響による指定管理料の追加や決算見込みに基づく事業費の減額など所要の補正を行うものでありまして、一般会計が7億1000万円、特別会計が後期高齢者医療事業など4会計で2億6600万円、合わせまして9億7600万円の補正を行うものでございます。財源内訳は見ていただきまして、主要事業でありますが、ふるさと応援寄付金事業ということで、6億3000万円、これは基金の積み立てと寄付が多かったということで返礼品の進展の経費などがあります。あとですね、国の内需によるものが先ほど申し上げた通りでございます。具体的な箇所はまたご覧いただければと思います。あと物価高騰対策関連事業ということで、38のですね、指定管理料の追加を行うものであります。収支不足に対するものであります。それと農業用水利施設管理者の支援を行います。また地方創生臨時交付金の関係では、肥料価格高騰緊急対策事業ということで、この対象が拡大されたということでありまして、これに伴う補正、また中小企業等物価高騰対策省エネ支援事業ということで、これも対象が拡大されたことによる追加であります。あと決算見込みに基づく事業費の減ということで、こう掲げておりますけれども、地方創生臨時交付金、またイベントその他で、約8億5000万弱減額をしたところであります。あと特別会計に今年の3月で廃止になります、事業廃止になります5円ネットの基金を一般会計の財政調整基金に積み立てるということで、2億4500万円を計上したところであります。なおですね、来年度予算の水道局また病院会計につきましては、ご覧いただいた、ご質問等ありましたら、担当部局の方にお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そういたしますと、先ほど一番の案件について、質疑ございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。新年度の東京さんについてですけれども、今回特に考慮された点というか、一番、記憶がられた点とか、そうしたところと、あと市長ご自身として東京さんについてどのように評価していらっしゃるのか、お聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、合併以来最大となったということで、前年対比90億円ということで大きな伸びとなっておりますけれども、冒頭基本的な考え方で述べましたように、新体育館の建設だったりとか、平田氷川の行政センターとかですね、小学校の統合、また今、そういうものは
中期財政計画に見込んでいた中で今年が大体ピークを迎えるという中での編成でありました。まあ、加えてですね、今物価の対策ですね、物価高騰対策も加えたものになったということであります。まあ、あとですね、まあ、ウィズコロナにですね、少しずつ舵を切りつつ、まあ、世の中全体がそうだと思いますけども、そうした中でですね、まあ、デジタルの推進だったりとか、まあ、観光の面だったりとかですね、少しずつこう政策的といいますか、こういろいろなことがですね、取り組める予算ではないのかなというふうに思っているところであります。はい、では続いての、産経新聞の黒田です。よろしくお願いします。今回昨年策定されました総合執行計画から、初の総中算ですが、2030年の人口、17万人台達成の、ための初年度のために、初年度の大切さですとか重要さっていうのはどのように思っていらっしゃいますでしょうか。まあ、初年度というか、8年先に向かってですね、まず17万人キープするということは、あらゆる施策を動員してやっていかなきゃいけないということでありますので、その中で、どういうんですかね、移住定住のところにも、新規で事業を掲げさせていただきました。また、企業の方もですね、企業誘致もこう、まあ、団地を作ってやるような大きい誘致からですね、それぞれ今 IT 企業であったりとかですね、いうものを、誘致する声があったりとかしてますんで、そういうものをしっかりと捉まえていきたいと思います。やっぱりこう魅力的な企業がですね、まあ、これからやっぱりこうここにいる中学生とか高校生、8年後ということにはその皆さん方が社会に出られるわけでありますから、その時に、ここで働きたいと思うような企業がある、また勉強していってもですね、ここで、いろいろなことを、まあ、住みやすさであったりとかですね、子育てのしやすさであったりとか、また働く場があるということで、やっぱり出雲で、生活したいと思えるような環境をしっかりと作っていくことが必要だなというふうに思っています。そうした意味ではですね、これらを一つずつしっかりと、政策を、実現していくことで結果を出していきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、他はございませんでしょうか。よろしくございますね。はい、それではですね、次案件の方を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、続いて出雲市の公式ホームページのデザインをリニューアルをしようと今取り組んでいるところでありまして、ことについてご説明をさせていただきたいと思います。前の方にイメージのあれも出てきますので、これがですね、今現在のホームページであります。これは平成27年度からにリニューアルされたもので、今このホームページを使っておりますけれども、まあ、この度より見やすく、より使いやすく、より魅力的なホームページとなるようにデザインをリニューアルするものであります。またですね、この新しいホームページの公開につきましては、2月28日火曜日の12時からを予定しているところでありますので、まあ、今月末ということであります。これ2ページ目に出していただくと、リニューアルの内容でありますが、キーカラー、これが縁結びの街がイメージしやすいように赤い糸の、まあ、こういう赤い糸の赤色、またベースがですね、落ち着いたものであったりとか豊かな自然を表現する、まあ、茶色ということで、まあ、こういろいろとこの上の方もだったかなというふうになっております。また日本らしさやまた神話の雰囲気を出していくということで、まあ、誰でも
検索しやすいですね、そういうホームページに作り上げていきたいと思って、まあ、こういうところの感じがそうですね。そしてこのメインビジュアルですね、このビジュアルにつきましては、あの出雲の自然とか景観、食、歴史、文化、まあ、いろいろなものがありますんで、まあ、季節ごとで、まあ、こう出雲の日の岬であったりとか、出雲そば、また市畑電車、こういうものをですね、まあ、季節ごとであったりとか、まあ、あのいろいろと変えながら、こうここのトップ画面に変わっていく、またこう見てて、ああ、いいなと思ってもらえるというふうに思います。あと、主要コンテンツへの誘導ということで、重要なお知らせの表示であります。あのこちらの方が、重要なお知らせはここになっておりますし、主要コンテンツへの誘導ということで、まあ、ここに、分かりやすく、やっております。まあ、さっき前のやつと比べられると、すごくごちゃごちゃしてた感があったと思いますけども、ここをすっきりしてですね、その次のところに、自分がこう求めているところに、映ってもらえるような、そのような、ことにしたいと思ってます。またあと緊急情報につきましては、ここで緊急情報を出してですね、外部のサイトにこれを誘導して、緊急時には今こういうことが行われていますということをこうで、誘導をしたいというふうに思っています。またあの新しい、ジャンルですね、4つの属性に応じたそれぞれのジャンルをトップページへ誘導をいたします。ここに、市民の方、まあ、これは子育て、福祉、教育、ゴミなどの市民生活に密着した情報を出します。あと、事業者の方は、それぞれに補助制度や入札制度を得たい方、また観光される方にもですね、出雲の観光、観光協会のサイトとか、いろいろな交通情報とかが見える。そして、移住、定住を考えの方には、ここに、先ほど今日も、さっき紹介しましたけども、そのような支援事業とか、いうようなものの情報がここから取れるということであります。また多言語への対応ということで、今がこれですから、ずいぶんすっきりしたというふうに思います、これ見たときに。で、多言語への対応ということでありまして、これは多言語によるサイトの入り口があったりとかですね、全体的にあのこうこれ全体が、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語に変更する変換機能もついているところであります。また、現在あのスマートフォンやタブレットで情報を得られる方も多いということで、これに対応するですね、この画面のに合わせて対応するこういう今縦スクロールが主流でありますので、それに対応するこうあの構成にしているところであります。まあ、あの出雲市のホームページの閲覧数でありますけども、本当に右肩上がりといいますか、コロナでいろいろなあの情報を取りに来られたこともあろうかと思いますけども、かなりの、閲覧数になっているところでありまして、引き続きですね、市民の皆さん方に、情報を、こう取りやすいような環境を求められているものが簡単にこうアクセスできる、接触できるという環境をですね、作っていきたいというふうに思っているところであります。それと続いてイクボス宣言と、昨年行ったところでありまして、この登録企業のロゴマークを募集したところ、その審査結果についてお伝えをします。昨年8月24日に市の関係部局、また商工団体をはじめとする経済団体の代表者等とイクボス宣言を行ったところでありまして、これらをさらに推進するためにですね、ロゴマークを募集を行ったところ、市内外から多数の応募があったところであります。この度ですね、最優秀賞が1点と優秀賞2点を
選んだところであります。応募総数は91点、応募者数は63名の皆さんからあったところでありまして、最優秀賞は高知県高知市にお住まいの浜口春夫さんのこのロゴになりました。で、浜口さんはまあいろいろなところでですね、鳥取市、また雲南市観光協会、また今治港とかですね、さまざまなところでロゴマークのデザインで入賞受賞の経験があるという方でありまして、制作意図としてはこの出雲神話にも通じるこう綱や雲をモチーフとしてですね、出雲力の持つあらゆる力を結集したものを表現されたということであります。共に働く部下やスタッフのワークライフバランスを考え、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司をイメージしたということであります。親しみやすさだったりとかですね、若い人にも馴染みやすいみたい、そういうようなことが選定理由にあったということであります。 なおですね、これをズバッと使うというか、少しですね、市のロゴマークとして、修正等を加えてですね、きちんとしたマークにしていきたいというふうに思っているところであります。そしてこれを登録していただいた、育成宣言をしていただいた企業の皆さん方にのところにですね、お届けして、また啓発活動してもらえればというふうに思います。参考までに優秀賞でありますが、先ほど、たくさんの応募もありましたけども、優秀賞の一人がですね、大社高校の美術部の高校生の方がこちらの方デザインをしてもらいまして、優秀賞だったということでありますので、ちょっとご紹介をさせていただければというふうに思います。それでは先ほどの2件につきまして、質疑がございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですね。はい、それではですね、案件につきましては説明をさせていただきましたので、行事予定の方をお願いしたいと思います。はい、行事予定の方を2つご紹介させていただきたいと思います。まず1つが、3月4日土曜日のですね、9時50分から16時まで、午前と午後でありますけれども、出雲地区の企業説明会を開催をいたします。都議会館で、行いまして、時間はさっき言った通りで2部構成になってて、午前、9時50分から12時、午後が1時50分から16時になっている、まあ、4時となっているところであります。現在、67社の参加があるということでありまして、出雲に本社や事業所がある企業、また観光庁、の皆さん方は各ブースで、採用担当の皆さん方から企業のことや仕事のこと、と、まあ、直接聞ける機会にもなっているところであります。またハローワーク出雲やジョブカフェ島根、サポステ出雲なども連携して、就活のさまざまな悩みや就職相談にも対応をいたします。また参加者全員にギフトカードのプレゼントであったりとか、3ブース以上訪問いただいた方にはさらに出雲の特産品をプレゼントすることになっております。参加料は無料であります。対象者についてはですね、令和6年3月卒業予定の学生、また今卒業後未就職の方、そして保護者の方であります。また一般休職していらっしゃる方についても参加は可能でありますので、よろしくお願いをしたいと思います。ただ事前に申し込みが必要でありますので、詳しくはホームページジョブナビ出雲から申し込んでいただければと思います。またチラシのところはこの QR コードを、これは違うか、ジョブカフェ、ジョブナビ出雲から確認をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。また皆様方には
宣伝の方ですね、ぜひ告知の方よろしくお願いしたいというふうに思います。次に I ターン女性日帰り移住体験ツアー in 出雲ということで、これは3月18日の土曜日、11時から、17時までということで、日帰り移住体験ツアーということでこれ行います。内容は先輩I ターン女性のおすすめなポイント等を貸切バスで、巡ります。巡り先は出雲市駅の北口で、集合してですね、まあ、市役所の、まあ、紹介大社の方に行ったり日の岬に行ったり、キララの方を回って帰るということでありまして、これを貸し切りバスで巡ると。またあの先輩の I ターン女性、定住支援員、職業相談員が出雲市の説明をするとともに参加された皆さん方の質問等にも答えてまいりたいと思っております。参加料は1000円となっておりまして、出雲市への移住を検討中の方で先着今10名ということで、この移住体験ツアーを計画しているところであります。これも事前申し込みが必要であってですね、2月28日までの申し込みで、ファックスまたウェブ、E メール、等々で、申し込みしていただければというふうに思います。こちらの方もぜひ告知取材等をお願いできればというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上、私からの、はい。それでは行事予定につきまして、質問ございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。ですね、はい、そうしますとですね、全体を通じてですね、その他ということで、ご質問を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。いつも経営者の名前です。よろしくお願いします。卒業式とあと、入学式のマスクの着用についてちょっとお伺いしたいんですけれども、専門家会合で一定の感染対策を条件に参加者の方が、まあ、マスクを着用しないことを容認するというふうな見解を示していますけれども、市長のお考えと、あと出雲さんとして今どのように検討していらっしゃるかというのがあればお願いします。まあ、私の考えというか、教育長も同席してますんで。じゃあ教育長杉田でございます。報道でさまざま意見があるということは承知をしておりますけれども、まだ日本から正式な通知はございません。で現在、私どもも学校に対しては国の基本的対処方針に基づいた、対応ということで、通知をして対応してもらっておりますので、中学校においては3月11日が中心に卒業式が行われますけれども、すで、に、内容等は昨年まずから本年初めにかけて計画され保護者通知もなされている状況でございます。ですので、まあ、現在の対処方針に基づいた中での計画となっておる関係上ですね、まあマスクの着用有無もなんですけども、まあ、携帯あるいは出席者についても、かなり、まあ、感染、予防対策の中でも行う計画となっていると思っております。まあ、その中でマスクを、まあ、外す場面があるとするとですね、まあ、本当に、各学校の規模あるいは、内容により異なりますので、まあ、そこは各学校が工夫をしてするものだと思っております。ただ、まあ、今後国の方から正式な通知が参ればですね、私どもの方でそれ、検討して、まあ、学校の方で、大きな混乱がないように、何らかの対応していきたいというふうに思っております。まあ、現状はまだ通知がないという状況であります。以上です。ありがとうございます。というか、基本的にはまだ、まあ、通知が来てないということではありますけれども、各学校で判断してもらって方向性がいいかもしれない。まあ、基本そうです。各学校で、場面に応じて外す場面があるかもしれないし、まあ、ないかもしれない。そこは学校の判断に任せております。はい、ありがとうございます。市長も同じようなお考えですか。いや、一緒ですね。まあ、あと混乱のないように、ですね、まあ、最後であったりとか最初の、まあ、セレモニーというかまで済んで、滞りなくやっていただけるような環境を整えていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、
他にございませんか。どうぞ。すみません、団長新聞の黒田です。ちょっとさっきの公衆さんに関連する話になってしまうんですけども、出雲市 の、 人口に関して中心市街地ですとか氷川町の一部地域が増加していて、それ以外 の、 中山間地域を中心として減少傾向になっているという、極化しているということもありますので、それをどう受け止めていらっしゃるかというのが、それをどう公衆さんで、反映させて、設計ですとかそういうところを反映させていければというところをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、その問題はしっかりと受け止めておりますし、当初からですね、中山間振興室というものを作ってですね、いますし、全庁的にも、そのようなワーキングも立ち上げてですね、取り組んでいます。今年の予算の中では、それぞれその地域によって違いますんで、その辺を踏まえて、全体的に取り組まなきゃいけないことと、その地域にあったことと、見極めながら取り組んでいくということであります。一つには中山間の中にありましたけれども、漁業者の自営支援であったりとか行ってまいりたいと思いますし、公共交通のことも言われておりますので、今回は地域は絞ってではありますけれども、そのような乗り合いタクシーを事業ですねやっていく、それによってですねこれをまた広げていったりとかですね、いくことを検討していきたいなというふうに思ってます。まだまだこれだけではなくてですね、それぞれの課題が出た段階で、それをきちんと精査し、政策に取り組んでいくというようなことだというふうに思っております。よろしいでしょうか。はい、他いかがでしょうか。そろそろ時間の方も満ちてきておりますので、もしあればあと1件くらいはというふうに思っておりますが、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。そうしますとですね、本日の会見につきましては、以上で、終了をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。